皆さんコンパチはペンパチの吉田です。本日も動画を配信していきたいと思います。今回の動画なんですけど、まあゴブリンズに加入したターシ君からの依頼で、まあターシ練習会、8月29日にあるんですけど、それが18時から20時、参加費1500円で開催されるんですけど、まあそれのちょっと宣伝をしてもらえませんかっていうお話になりまして、まあ、僕、押すって、宣言したので、やっぱり、押し方はしようと思います。はい。なんで、今回、ターシ練習会、18時から20時で、ピンポンクラブ、まあ、ゴブリンズさんの、まあ、練習ホームみたいな感じかな。そこで、まあ、ターシ君の練習会が開催されるみたいなので、どうでしょうかね、8月の30日かな。まあ、台風来るみたいなこと言うてるんですよね、今。来られたら困る。うん。交通止まったら俺も仕事できひんし、まあ、できれば来てほしくないな。うん。まあ、ということがありまして、まあ、8月29日はまだ台風が来ない、みたいなことを言っているので、まあ、この日に、30日だったり31日できないかもしれないじゃないですか。その上波とかで、交通が止まったりとかして、できませんってなれるんやったら、まあ、29日、ここで練習しておくのはありかなと思います。まあ、僕残念ながら8月29日、仕事でちょっと出ることできないんですけど、まあ、できればまあ、ちょっと、ターシ君にリベンジマッチしたかったんですけどね。まあ、時間がちょっとね、まあ、18時から20時と、まあ、なかなか仕事終わりに来れるか、来れないかぐらいの時間ですよね、大体の人。まあ、まあ、ちょっと、時間的に難しいところもあるかなと思うんですけど、まあ、まあ、参加できる方はぜひ参加して、いただけたら嬉しいです。やっぱり推し活してるんで、やっぱり、ターシ君が、せっかく開いた練習会なんで、まあ、まあ、多分内容的には、オレンジ卓球場で、やってた、ミネクボコーチ、今はまあ別のところ行かれてて、別のところのコーチですけど、まあ、ミネクボさんのガチ練習会とか、脇田コーチの、ガチ練みたいな感じの形式かなと思うんですよ。多分、まあ、ガチ連会を僕出たことがないからわからないんですけど、まあ、多分まあ、練習して、まあ、ちょっと、三元待ちぐらいのこととかするんかな、みたいな、ちょっとだけは思うんですよね。まあ、だから、ターシ君と試合したいですっていうならば、試合できるチャンスがあると思いますし、まあ、僕がまた参加したとしたら、まあ、まあ、リベンジマッチさせてください、みたいな感じで三元待ちでもできる可能性がある。だから、まあ、まあ、これから定期的に開催してくれるんだったら、まあ、日程外は出たいかなとは思っています。まあ、やっぱり、推し活してるんで、まあ、ターシ君がまあ、今頑張ってるし、まあ、どうなるかわからないんですけど、まあ、まあ、やっぱり、応援してるんで、まあ、今回の8月29日、ターシ君の練習会、興味ある方はぜひ参加していただけたらなと思います。参加費1500円です。はい。18時から20時。場所はピンポンクラブ。まあ、何回も言います。はい。まあ、僕自身もやっぱりね、前回のまあ、試合ね、自分がまあ、やるべき課題練習を、ちょっと、やれてないまま挑んでしまったっていうのがあったから、ちょっとまあ、負け方としても言うならば、ちょっと言い訳させてもらうなら、言い訳したらいけないんですけど、不完全燃焼の状態で終わっちゃったんで、ちょっと悔しさが残ってるんですよね、ほんまに。まあ、なんで、もう、ちょっと強くなって、これ落とし込めるようになったらリベンジマッチしに行こうと思っているので、まあ、その時はターシ君に、一泡吹かしたいなっていう思いがあるんで、まあ、やっぱり、まあ、倒しに行きたいですね。まあまあ。まあ、まだまだ僕のレベルで倒せるかどうかわからないけど、やっぱり、1ゲーム取らんことには話にならんから、まず1ゲーム取って、試合になるぞっていうのをしないといけないなと思ってるんで、まあ、ターシ君から1ゲーム取れる。まあ、取れるようになったら、まあ、そこから世界が変わってくるから、まあ、その土俵に入れるようになるし、まあ、やれるかなって思うんで、やっぱ 3-0 で負けてる時点でまだ土俵に入れないような気がするんで、僕自身が。まあ、やっぱり土俵に入れるようには頑張りたいです。まあ、僕自身もまあ、ちょっと今、神戸レーティングで、まあ、1年ぶりに出て、前より試合内容は良かったんですけど、やっぱりちょっと、細かい部分のところで取りこぼしがあったりとか、まあ今新しく試してる新スタイルが、噛み合ってるところと噛み合ってないところがあって、まあ、やっぱりその、一部のプレイで、そういう、
その展開には持っていけないんですけど、その後の攻撃でミスってたりとか、そういうのが多くて、まあ、勝負にする展開ができてなかった部分が多くて、結構悔しいなっていうのがあって、まあ、久しぶりに予選リーグも1勝もできなくて、トーナメント1回戦敗退っていう、もうめちゃくちゃ悔しい、1日に終わって、ちょっとまあ、うん。もう、なんていうのかな、泣きそうでしたね、ほんまに。まあ、まあでも、やっぱり、前みたいになんか、なんやろ、何をしていいかわからんで負けてるじゃなくて、これができてへんだから負けたっていうのが分かれるようになっただけでも、まあ、そこは成長なんかなとは思っています、ちょっとずつ。まあ、僕自身は、まあ、これからも頑張って、まあ、戦っていきたいし、まあ、次、神戸レーティング出るときは、まあ、間違いなく、予選で1勝するっていうのは絶対条件になりますし、次のときは。まあ、で、トーナメント出たならば、トーナメント1回戦突破とか、そういうふうな、まあ、目標、小さい目標からになりますけど、まあ、神戸レーティングでちょっとずつ勝てるようになって、まあ、ちょっと散在したポイントを取り戻していきたいなって思います。まあ、まあ、僕のことも話しましたけど、もう一度、ターシ君の練習会宣伝させていただきます。ゴブリンズ新メンバー加入のターシ君、8月29日に、ターシ練習会、ピンポンクラブにて、18時から20時。はい、参加費は1500円での、イベントとなっております。はい、これ当日参加可能らしいので、まあ、詳しくはターシ君の、Twitter アカウント、あ、X か。X のアカウントも、に、DM か、まあ、直接コメントで参加したいですみたいなことを言えば、多分 OK 通ると思うので、まあ、当日参加、ぜひ、台風の前にしていきましょう。この動画が調子も良かったと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Thank you.